はーい。鹿児島県民なら誰でも店が出せる。ギュギュッと鹿児島ドルフィンポート構想。今回はですね、県体育館建設に関する重要情報がネット上にほとんど上がっていないことに気づいた営業マンと社長のやり取りの続きになります。いいですか？ポン。で、社長、どのような形で協力すればいいですか？あ、そんまいな。ちょっちょしっくや。YouTube にはもう、一日何本くらいアップで食ったな。そうですね。動画の長さにもよりますけど、まあ、2本ならなんとかいけますよ。ないな。たった2本な。にゃ、それじゃ全然足りんど。せめてな、1日10本くらいはな、あげもらわんといかん。1日20本ですか。なんでそんな数字が出てくるんですか。あんな、30年後の鹿児島を見据えたアイデア紹介にはな、それぐらいのな、数がな、必要やっと。え？何ですか、30年後の鹿児島っちゅうのは。ないよ、びっくりした顔しよったな。さっきも言うたどがな、こいから言う話は持続可能な鹿児島経済発展につながるアイデアばっかやったど。そうですよ、30年以上通用するアイデアっていうのは、さっき言われたでしょう。ギュギュッとなんとかとか、全天候型なんとかと言ったですよね。あの4つの構想のことなんですか？あんな、実を言うとな、基本構想はな、まだまだあっと。まずはな、鹿児島山手線方式バス構想。ああ、これはなんとなくイメージできますよ。循環型の公共交通機関のことじゃないですか。ちゃんと大当たり。あ、それとな、最近はな、いろんな分野でな、細分化しちゃうみたいでな、その中でな、焦げの呼び方をする構想もあったんだ。よかや、例えばな、空中埋め立て構想、空中地下街構想、鹿児島県民全員社長構想、鹿児島県民全員バイリンガル構想。あ、社長、ちょっと待ってください。何ですか、その鹿児島県民全員社長構想ちゅうのは。ああ、こいな。こいはな、言葉通りよ。鹿児島県民やればな、大でんな社長にないがでくっと。誰でも社長にですか？じゃあどう？あいよ。いわゆる一人社長。必要やどうかな、一人社長は。ああ、はい。まあ、その程度のクォーターなんとか。あれでしょう。社員を雇うことなく、社長が一人で全業務をこなす経営者。あのことですよね。ジャッドジャッド。はい、おまんさが言うとおり。あんな、今構想の中で一般市場を受けちょっとがな、こんな鹿児島県民全員社長構想らしかど。ああ、そうなんですか。何か理由があるんですか？あんな、子育て世代からな、ぶっせ強が市場を受けちょうみたいやっど。特にな、母子世帯から。母子世帯からですか？なんで？あんを、まさかおまんさは、鹿児島の子育て世代の貧困率を知らんちゅうたちごやろな。あ、すいません。そのまかさかで。あんな、ここはな、大事なとこいちゃって、
よかーん聞いちょやよ。よがや。あんな、鹿児島の子育て世代の貧困率は、全国でワースト3位。え？本当ですか？すいません、今すぐ調べますか？ちょっと待っててくださいね、社長。貧困率が全国でワースト3。あら、どげんしちゃったとな。今度は固まってしもたが、ほら。社長、さっきの YouTube の件ですけど、受けさせてもらいます。1日10分は無理かもしれんけど、やれるだけやってみます。ああ、そうな。ありがとう。じゃあ、どんか無理やしゃんなお。おまんさがな、でく範囲でよかったってな。でもその場合に、初歩的な質問があるんですけど、この構想は社長が考えたんですか？そげなわけやねがな。あんなあちこちからな情報をかき集めたわけよ。じゃどんかな、そげなことな、真剣に考えちょしてるとかな、グループもな、あるらしかど。社長はそんな人たちを知っていらっしゃるんですか？直接は知らんどんかな。仲間行けばな、行き分かると。社長すいません。お手数かけますけど、ぜひお願いします。そういった方々の話も聞いてみたいですがよ。まあ、ということで、皆さんもぜひ貧困率が全国でワースト3で検索してみてくださいね。はい、今回はこの辺りでお開きです。ありがとうございました。